やっほー。やっほー。南北朝時代。ここまでいろんな人の解説聞いてきたけど、そういえば後醍醐天皇って絶対出てくるわね。そりゃこの時代の話になると出てこないわけがないくらいに主要人物だからな。そもそもこの人が倒幕を考えてなかったら、鎌倉幕府はもう少し延命されたかもしれないし、歴史も大きく変わってたかもしれないからな。その割になかなか解説されなかったわね。まあ霊夢が聞いてこなかったっていうのもあるけど、後醍醐天皇は本当に賛否両論ある人でな。そうなの？とはいえ鎌倉幕府倒幕を諦めなかったことは本当にすごいし、自分が絶対に政治を行いたいっていう執念もすごいことは確かな人ではあるし、逆にその執念を捨てきれなかったことがいろんな圧力を生んだことも確かだろうな。とにかく絶対自分で政治をやりたい感じだったのは確かなのね。本当にシンプルに言うとそんな感じかもな。解説してよ。え？嫌なの？そんなことはないんだけど。じゃあ今回は後醍醐天皇がどんな人だったのか解説してみよう。まあとにかくいつも言ってるけど、わかりやすくね。頑張ってみるぜ。1288年、大覚寺統の豪太天皇の第二皇子として生まれた後醍醐天皇。この頃は持明院統と大覚寺統がほぼ交代で即位する両統鉄立の時代で、さらに後醍醐天皇は第二皇子ということで、本来は天皇になることはない存在だったんだ。だけど豪太天皇の第一皇子の後二条天皇が即位から7年という短さで崩御。そして持明院統の花園天皇が即位するんだけど、後二条天皇の遺志、国吉親王が皇太子になるには幼かったこともあって、後醍醐天皇が皇太子になるんだ。そして、1318年に花園天皇の上位を受けて即位。3年後に父の豪太天皇が院政を停止すると、後醍醐天皇が新政を開始したんだ。とはいえ後醍醐天皇は自分の子を次の天皇にしようにも、大覚寺統の皇位継承の流れは本来国吉親王が継ぐ流れだし、両統鉄立の時代ということもあって持明院統も次の順番を待ってる状況。どうにかしようにも絶対に鎌倉幕府が介入してくるし、どうしようもできないし、後醍醐天皇はどうしたらいいか悩んだかもしれないな。倒幕を考えるようになったのかな？最近では後醍醐天皇は当初幕府とは協調路線を取っていたっていう説もあるけどな。なんだそれ。歴史って結構新しい説がいろいろ出てくるんだ。とはいえ後醍醐天皇が心の中で何考えてたのかなんて本人にしかわからないけどな。実際に見たり聞いたわけでもないしね。だけど1324年、後醍醐天皇が倒幕計画を行った疑いがかけられる小中の変が起きることになるんだ。ことの発端は計画に参加していた時頼和の妻が、六波羅探題の舞踊だった父へ密告したことによって露見してしまったらしくて、あらら、天皇の側近には配慮された者もいたりしたんだけど、幕府による取り調べの結果、後醍醐天皇は無罪ということになったんだ。本当に無罪だったの？この無罪は幕府が天皇との衝突を避けるために冤罪ということにしたっていう説もあったり、実は持明院統の誰かが後醍醐天皇をはめようとした冤罪っていう説もあったり、現在でも議論されてるんだぜ。まあ倒幕目指してたとしてもどっちの意味でもそんなわかりやすくしないでしょうね。さらに、小中の変に驚いた父の豪太法皇の側近や、後醍醐天皇の皇太子になってた国吉親王の側近たちは、鎌倉幕府に後醍醐天皇の上位を要請する事態に陥り、対して後醍醐天皇も幕府に対して上位を伸ばす要請をしたりしてたんだ。上位しろって圧力が強まっちゃったのね。そんな中、国吉親王が亡くなると、幕府の裁定もあって持明院統の和仁親王が皇太子に、さらに後醍醐天皇はこの頃の平均在位の10年を超えてたこともあって、持明院統からも上位の圧力が強まることになるんだ。あららら、上位しろムードがもっと強くなっちゃったわね。だけど後醍醐天皇は上位したくない。そして絶対皇位継承について介入してくる幕府も気に入らない。結果、後醍醐天皇は倒幕を目指すことになるんだ。今度は本当に目指すのね。王子の森吉親王や宗吉親王を天台座主に就任させて寺院勢力の取り込みを図ったり、どの段階かは不明だけど楠木正成を味方につけ、倒幕を計画するんだけど、これがなんとバレてしまい、現行の乱が起きるんだ。前回が冤罪かどうかは置いといて、どんだけバレんのよ。今回は後醍醐天皇の近親の吉田定房が幕府に密告したことでバレてしまうんだけど、このまま倒幕を実行に移しても失敗してしまうってことで、後醍醐天皇の身を案じて首謀者は新化の日の年元として幕府に密告したとも言われてるよ。でもバラしたら結局関わってたら流罪とかになりそうな気がするけど、とにかく、またしても倒幕計画がバレた後醍醐天皇、京を脱出して笠置山で籠城するんだ。そりゃ捕まったら穏便に済まないでしょうしね。さらに同じ時期に楠木正成も赤坂城で挙兵。対して幕府方は足利尊氏や新田義貞たちの討伐軍を派遣。笠置山が天然の要害だったこともあって後醍醐天皇方も奮戦したんだけど、幕府方が山に火を放ったことで後醍醐天皇方は総崩れ。結局後醍醐天皇は捕らえられてしまうんだけど、この時後醍醐天皇は髪も乱れて服も整ってない状況で捕らえられたみたいで、花園天皇の日記には王家の恥なんて記されてるみたい。なかなかひどい書かれようね。
さらに後醍醐天皇は幕府の取り調べに対して、今度のことは天魔の仕業だから許してほしい、なんて訴えたそう。見苦しい。結果として後醍醐天皇は沖ノ島へ流罪になり、関与していた後醍醐天皇の側近たちも処刑されたり流罪に処され、後醍醐天皇の倒幕計画は失敗かと思いきや、楠木正成や森吉親王たちは諦めることなく倒幕計画を続けるんだ。まあ後醍醐天皇の側近でさえ処刑されたりしてるし、もう後には引けないわよね。そして1333年、後醍醐天皇は沖ノ島を脱出して、蜂起の豪族、縄長俊に迎えられて戦場山で挙兵するんだ。まあよく脱出できたわよね。賠償論によると沖を脱出する際、後醍醐天皇は釣ったばかりのイカの下に身を隠してなんとか脱出したらしいんだけど、おそらく歴代天皇の中でもイカで身を隠した天皇は後醍醐天皇だけだと思う。イカで身を隠すような状態に普通はならないわよ。さらに後醍醐天皇を追ってきた沖守護だった佐々木清隆を撃退。そしてこの戦場山から各地の武士に対して倒幕の臨時を発し、集まってきた武士を菊佐忠明に率いさせて京へ向かわせたんだ。倒幕の機運も高まってる感じがするわね。そして鎌倉幕府方として出陣した足利尊氏が寝返って京の六波羅探題を陥落させ、新田義貞も幕府を裏切って鎌倉を滅ぼし、ついに後醍醐天皇の念願だった鎌倉幕府倒幕は達成され、1333年7月、ついに後醍醐天皇は京へ戻るんだ。ついに後醍醐天皇のやりたいことができるわけね。そして、後醍醐天皇が京を離れている間に即位していた光厳天皇なんだけど、なんと上皇としての待遇は与えるけど即位なんてしてないことにして、光厳天皇の時に変わっていた元号も以前の元号に戻すんだ。光厳天皇かわいそうすぎるでしょ。そして、当然幕府や摂政や関白、さらに両党鉄立も廃止させ、兼務の申請を開始することになるんだ。賛否両論いろいろあるやつね。けど、高氏たちを敵視してた後醍醐天皇の王子、森吉親王は京には戻らず、依然として市議山で陣を構えて征夷大将軍への就任を望んでたから、しぶしぶ征夷大将軍に任命したぜ。結局森吉親王の疑念は現実のものになるんだけどね。さらに、従来の土地所有権を一旦無効にして、新たな土地所有権や訴訟の申請などに関しては天皇の臨時が必要って感じにしたんだ。そうなると全国から土地の所有権認めてほしい人が集まってきちゃうわ。だけど当然一人で全国の土地問題は裁けるわけはなく、かなりの大混乱を生んだみたいで、結局早々と撤回されるような形になったんだけど、特に所領問題は武士にとっては大事なことだったから大きな不満を生むことになったんだ。こんなわけわからんことになるなら鎌倉幕府の時の方が良かったじゃんってなるやつね。さらに後醍醐天皇は倒幕において功績のある人たちを登用したんだけど、中でも、楠木正成、結城親光、縄長俊、菊佐忠明は徴用されて三国一僧と呼ばれたりしたそう。意外と武士もちゃんと登用したりしてるんじゃないの？とはいえ、森吉親王派だった赤松延伸なんかは播磨の守護職を没収されたりしてて、恩賞に関してはかなり不公平なものだったとも言われてるぜ。そりゃ不満出るやつだわ。さらに、慣例やしきたりなんかを重視する公家の中には、成り上がりの武士を登用することに大きく不満を持った人もいたみたい。なんだか公家の人が僻んでるのが想像できるわね。そういえばこの頃足利尊氏は後醍醐天皇の意味なから一時賜って尊氏になったぜ。尊氏誕生ね。さらに範義親王に北畠近房や秋家をつけて陸奥の多賀城に赴任させて陸奥将軍府としたり、範義親王を足利忠義に補佐させ鎌倉へ下降させ、鎌倉将軍府として地方を統治させたりしたんだ。だけど、兼務の申請に不満のある武士たちの求心力になっていた尊氏と対立していた範義親王。結局尊氏との政争に敗れて失脚してしまい、尊氏たちの力がますます強まっていくことになるんだ。不穏だわ。そんな世相を表すかのように、京都の二条河原には誰が書いたのかは不明だけど、兼務の申請が従来の社会の制度や慣行を無視してることへの批判や、成り上がりの武士たちなんかに対する批判が書かれた落書が掲げられたりしたみたいだぜ。でも武士に対する不満書いてる時点で書いた人はきっと武士じゃないことは確かね。おそらく貴族か層の誰かだって言われてるみたいだけどな。さらにそんな中、北条氏の残党や北条時行が起こした中仙台の乱が起きて鎌倉が占拠されると、足利尊氏は後醍醐天皇に時行討伐のための征夷大将軍の任命を求めたんだけど、後醍醐天皇はこれを却下。まあそりゃそうだわね。すると尊氏は後醍醐天皇の勅上を得ずに反乱軍の討伐に向かい、結局後醍醐天皇は尊氏を仕方なく征東将軍に任じたんだ。しぶしぶよね。だけど乱を鎮圧した尊氏たちは鎌倉から戻ってこないまま独自に武士に恩賞を与えたりし始め、さらに新田義貞を君側の官であると主張、後醍醐天皇に討伐の要請をするんだけど、一方の新田義貞も森吉親王が亡き者にされたことなどを主張したりして足利尊氏の討伐を要請。結局後醍醐天皇は新田義貞の反論を受け入れて義貞に尊氏の討伐を命じて出陣させるんだ。義貞、断った方がいいわよ。だけど結局として討伐に向かった義貞は敗れてしまい、
逆に足利軍が京を目指して進軍してきて京は占拠されてしまい、後醍醐天皇は比叡山へ逃れたんだ。結局そうなるのよね。とはいえ南下してきた北畠顕家や楠木正成、新田義貞などの奮戦もあって京を奪還。その後足利方は九州へ落ち延びていくことに。ここで討ち取れなかったのは大きいわよね。ちなみにこの頃楠木正成は高氏との講和を進言したとも言われてるんだけど、結局公家たちによって却下されたとも。正成、結局高氏たちは持明院等の黄金上皇の院宣を得て勢力を拡大させて、再び京を目指して進軍。この時も正成は、後醍醐天皇は比叡山へ避難して、足利方を京へ入れさせて兵糧攻めをするように進言したとも言われてるけど、これも結局は却下されてしまい、湊川の戦いで楠木正成は自害、さらに新田義貞も敗れてしまい、結局京は足利方に占領されてしまうんだ。正成まで失っちゃうし、実際に戦うのは武士なんだから進言を受け入れればよかったのに。結局敗北を聞いた後醍醐天皇は慌てて比叡山へ逃れることになるんだけど、おそらく負けるとは思ってなかったのかもしれないな。実際に戦わないからなんともお気楽な感じというか、その後後醍醐天皇は比叡山で足利方と戦うんだけど、佐々木道与が比叡山への兵糧を運ぶルートの海を封鎖したことでさすがに敗色濃厚になり、高氏もかなり後醍醐天皇に優位な形で和睦を持ちかけて、後醍醐天皇もそれに応じるんだ。ここまで戦ってた人たちからしたらまさかのまさかよね。新田義貞はギリギリまでそのことを知らず、かなり激怒したらしいけど、後醍醐天皇はこれまでの労をねぎらい、和睦も策略と言ってなだめて、常吉親王と高吉親王を義貞に任せて北国へ下降させたそうなんだけど、なんと実はこの時後醍醐天皇は好意を常吉親王に譲ったらしい。え？まさかの。こうして京に戻った後醍醐天皇は三種の神器を光明天皇に渡して加山の院に軟禁され、一方の高氏たちは兼務式目を発表して新しい政権の発足を宣言するんだ。結局足利氏による武家政権が作られたのね。とはいえ以前北畠顕家や新田義貞は後醍醐天皇方として各地で戦ってたし、本当には僕は後醍醐天皇の策略だったのか。結局加山の院から脱出、その後吉野へ向かい、渡した三種の神器は偽物で自分こそが本物の三種の神器を持ってる天皇って主張し始め、なんと吉野に朝廷を開いてしまうんだ。南北朝時代が始まっちゃったわ。でも後醍醐天皇が渡してた神器って本当に偽物だったのかな。この先幕府で内紛が起きて高氏が北朝を見捨てる形で南朝と和睦するんだけど、この時偽物って言うなら必要ないはずの神器をわざわざ北朝から南朝に渡してることから、おそらく後醍醐天皇のハッタリだったんじゃないかって言われたりするよ。なんだか私もハッタリな気がするわ。ちなみに後醍醐天皇が南朝を開いたことで、常吉親王への皇位継承はなかったことのようになったみたいで、歴代天皇にも数えられてないんだ。めちゃくちゃ振り回すわね。こうして南北朝時代が幕を開け、後醍醐天皇は各地に送ってた王子や武将に勢力を拡大させることで北朝への対抗を狙ったんだけど、新田義貞が籠城してた越前の金ヶ崎城は陥落してしまい、後醍醐天皇の王子、高吉親王は自害、常吉親王は捕らえられた後に毒殺されたとも。あらららら。さらに後醍醐天皇からの要請を受けた北畠顕家が範義親王を奉じて院政を開始、鎌倉を陥落させて青野原の戦いで足利方に大勝。だけど範義親王が吉野へ送られた後に、北畠顕家は石津の戦いで敗れて戦死。顕家、さらになんと間もなく新田義貞も亡くなってしまうんだ。同時期にこの二人が亡くなるなんて、かなり大きい痛手よね。こうして南朝方が徐々に劣勢になっていく中、後醍醐天皇は病に倒れたらしく、1339年9月、後醍醐天皇は王子の範義親王に上位して、その翌日になんと崩御するんだ。まさかのここで。まあ後醍醐天皇の評価は本当に賛否両論あるんだけど、高氏は終始後醍醐天皇を慕ってたみたいで、後醍醐天皇が亡くなったことを知ると、高氏は七日間喪に服したみたいで、菩提を弔うために天龍寺を造営したりしてるぜ。なかなか本気で慕ってたのね。一方の後醍醐天皇も高氏が反旗を翻してからも、ずっと高氏のことを一字与えたままの高氏って書いてたみたいだけどな。対立はしてたけどお互い人としては嫌ってなかったのかもね。まあ後醍醐天皇の評価は置いといて、とりあえずどれだけ素晴らしいビジョンがあったとしても、部下に任せるところはちゃんと任せることが大事なことはよくわかったわ。まあその辺のさじ加減の難しさだよな。でももし後醍醐天皇がそこをうまくできる人だったら、その後の歴史も大きく変わってたかもな。ってことで今回の後醍醐天皇の解説はここまでだよ。本当に最後までご視聴、ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録と、本当にまあ面白いなって思ったらでいいので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で、またねー。